はい、こんにちは。えー、アナスタシアを使ってみるです。えー、まだ全然育っていないです。えー、魔術師クラスでファミリーボーナスがあり。えー、これ、新生属性以外の味方全員に与える攻撃力がマイナス20%になる。えー、これは、 えー、召喚者の見習いだからですかねドジッコキャラですよねえー、生俗性以外」ということで、えー、こちらは「生属性単色」にしました、えー、サイプリアンのカウンターに対してバフ解除英雄がいないです、えー、プロテウスで止められるのと、えー、リガルドで回復 アタッカーがバルドルで、えー、バルドルを支えるように、えー、ランベルがいますえー、今回はアナスタシアを使ってみるですはい行きまーすえー、とりあえずここ行きましょうかねでは黄色を寄せて これでどこまでいけるかこれでどこまでいけるかよし、えー、カウンター倒せたのでいいですね。えー、では次に、えー、黄色の玉を当てれるランウィルに、えー、ジャッカルを当てて。で、えー、早速、えー、チャージ1のアナスタシア使ってみましょうか。 えー、エフェクト地味ですね、えー、ミニオン呼べました、えー、では黄色一玉消しましてさすがにランビル倒しきれないですよねはいでは回復をしてえー、どうしましょうかねここに黄色が降ってきてくれると嬉しいのですがとりあえず一回 一旦、一旦空打ちしましょうかえー、もう一回もう一回空打ちしましょうか降ってこないですねえー、さらに空打ちしましょうか なんとか耐えてくれているので、ここ行きましょうか。はい、一旦回復されましたが、戦えてますかね。えー、それでは、えー、誰を狙っていきましょうか。えー、では、えー、とりあえず、えー、ライデンブロック教授を使いまして。 えー、スキルを発動するバルドルに対して、えー、ジャッカルを当ててさらにグレーテルを当てて、えー、アナスタシアは、えー、ここは温存して次は2で使いたいので一旦温存して。 えー、バルドルに無駄玉を当てましょうかそれとも黄色消しましょうか黄色消しましょうね。えー、それでは、それでは、えー、今のうちにバルドルに無駄玉を当てて。はい、では、えー、え一旦。 えーではえー黄色これでバルドル倒れますかねこれでバルドル倒れますかねはいではえ念願のアナスタシアが2になりましたえーではアナスタシアを先にジャッカルいきましょうか はい、やはりエフェクト地味ですけどフィエンドつきましたねえそれではそれではここ行きましょうかえではおいいですねいいですねフィエンドちゃんと攻撃してくれてますねでは空打ちを駆使して盤面に黄色を呼び込もうとしていますできるだけ空打ちをして盤面に黄色を呼び込みたいです はい、なんとか盤面に黄色を呼び込みたいです。えー、黄色3玉、計6玉、空打ちをしてー、えー。では、ジャッカルを当ててから、レディー・ウーレートンを使い、えー、さらにライデン・ブロック教授も使っておいて、で、グレーテルいきましょうか。 えグレーテルが効いているうちにでは、えー、いらない玉どんどん当てていきます、はい、今のうちにどんどん玉を当てていきますはいランウィルもあと一歩ですね、えー、なるべく空打ちをしていきますなるべく空打ちをしていきます、はいえー、時間稼ぎで勝つ作戦です時間稼ぎで勝つ作戦です なるべく空打ちをしていきますはい、ありがとうございました、えー。アナスタシアを使ってみるでした。はい、ありがとうございました。